ただいまにフィリアルクリエーションプレゼンツ K-1 ワールドグランプリ第2代フェザー級王座決定トーナメント決勝戦を行います。アコが170センチ、 57.5キログラム、 日本 K-1 ジム相模王のクレスト、 K-1 甲子園2015アンダー55キロ王者、クラッシュフェザー級王者、最高ハルマ。初のワンデートーナメント決勝にやってきました、スピードモンスター最強ハルマ20歳。赤コーナー170センチ、 57.3キログラム、日本湘南格闘クラブ、村越ここで勝つために K-1 へやってきました村越裕太です。タケルの階級変更により空位となった K-1 フェザー級をめぐるトーナメント、ついに決勝戦を迎えます。決勝戦のカードは向かって左村越裕太、向かって右最強春馬。この2人は2018年3月、クラッシュのリングで戦っています。その時もなんと延長にもつれ込んでいます。さあ放送席紹介しましょう。久松郁美さん、関根勤さん、正人さん、中村匠さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ関根さん、はい、この2人が上がってきたんですね。いよいよですよね。まあ、村越選手は他団体からね、はい、K-1 であのベルトを取りに来たというね、もう本当に K-1 のベルトが欲しいでしょう。さあいよいよ決勝戦第1ラウンドのゴングが鳴らされました。赤いグローブが村越裕太、そして青いグローブが最強春馬です。この2人は今年3月10日クラッシュのリングで戦っています。中村さん、その時ももつれましたね、はい、そうですね。蹴りの村越選手、パンチで攻めた最強選手っていうのは、まあ、大まかにそんな図式の試合になってで、はい、で最強選手のスプリットで軍配が上がったんですけど、そうですね、まあ、今日はどうかですよね、うん、まあ、2人とも結構1回戦準決勝とタフな、あ、どうしたどうした、アクシデント、大丈夫か、うん、まあ、大丈夫ですね。左の足どうした、うん、どうしましたかね。ちょっとその足がちょっと、あ、右足だ、右足だ、右足が決められた、まさかの展開。ああ、蹴った足を怪我しちゃった、自分で蹴った足ですね、もしかし、いや、もしかしたら折れたかもしれないですね。そうですか、自分で蹴って、今ドクターチェックが入っています。まさかの決勝戦です。です、いや、骨折だと無理ですよね。僕も一回試合中に骨折したことあるんですけど、ドクターストップ、 K-1 ワールドグランプリ第2代フェザー級王座決定トーナメントは最初から最後まで予測不可能、なんとドクターストップによる新チャンピオン誕生。どこ入りましたか、ね、1ラウンド50秒どこ蹴りましたね、右足で膝でしょうか、膝の後ろのスローが見られればですけどね。関根さん、まさか、激闘、延長延長で勝ってきた村越が、そうですね、いやすごい。そして最強春馬はそのまま腰を下ろします。右足が粉砕、悲鳴を上げた。なんと新チャンピオン村越裕太はここまで延長ラウンド一番長く戦ってきて、決勝は1ラウンド51秒、テクニカルノックアウト勝ちです。まあ、膝なんかどこで当たったか、そうですね、1ラウンド51秒、1ラウンド51秒、あ、ついた時、ついた時ですね、ついた時に、ついた時に抜けちゃって、この結果、フィリアルクリエーションプレゼンツ K-1 ワールドグランプリ第2代フェザー級王座決定トーナメント王者、村越裕太選手に決定いたしました。なんとも切なすぎる、この大盤の紙吹雪が、あ、でも寂しさを誘う、歩けるんで、多分骨はいってないですね。そうですか、骨いってたら歩けないんで、久松さん、はい、こんなことが起こるんですね。本当にびっくりですけど、なんかまたぜひリベンジしてほしいですよね。僕も一回試合で骨折ったことがあって、その時トレーナーに言われたことがあるんですよ。
人生には3つの坂があると、上り坂、下り坂、そしてまさか。そのまさかですね。まさかが決勝戦に来てしまった、はい、これは悔やんでも悔やみきれない最強春馬。そしてその頂点に立って、ベル、あ、今芦澤選手が、ね、声をかけに来てましたね、最強選手に。いやでも本当、ね、しかし村越優太は何も恥ずべきことはない、はい、見事ここまでフルラウンド、いやそれ以上です、延長も戦い抜いてきたこの男、ついに K1 に電撃移籍を果たしてその頂点に着きました。改めて紹介しましょう、第2代 K1 フェザー級チャンピオン村越優太。いやバランスの取れたチャンピオンですよね。そうですね、何でもできますね、やっぱりあのジムがあの、ね、湘南格闘クラブってあの、はいはい、ミドルキックを得意とするジムなんですよね。日向と同じですね。そうですね、サウスポーでミドルを蹴って、ちょうど彼と前回の K1 終わりに僕食事したんですよね、実は、で今度あれなんやるんですよなんてこと言って、そんな話をしてた。見事王者に輝きました村越優太選手には K1 プロデューサー宮田光之よりチャンピオンベルトが贈られます。毎回トーナメントに何かが起こるのでびっくりしてますね。今回はこういうことかと思ってですね、はい、まあ、でも今日一番強かったのはね村越選手だった、はい、そういうことですよね、村越男泣きです。その腰ついに憧れ続けたこのためにやってきた K1 フェザー級のベルトが巻かれます。さあここからリミット 57.5 キロ K1 は村越を中心に回る。しかし大波乱のトーナメント、ある意味ここからもう始まっています。続きまして株式会社のベルトを狙う男たちの目がキラついています。古川大津様よりトーナメントを見ると優勝した選手はこう強かったなってなるんですけど、なんかむしろここからまたあの混戦というか、今日ベルト前との村越選手っていう感じで、またいろんな選手との戦いっていうのをなんか見ていきたいなと。もちろんね最強選手との試合も見たいですし、そうですね、またあのね今日チャンピオンになったことで彼がまた村越選手がねまた強くなると思うのでね、楽しみですよね本当に。今タケル選手が声かけに行ってますね、同じジムの先輩から後輩へというシナリオがあったはずです。でも本当芦澤選手もねよくいい試合しましたよね。芦澤選手伸びましたよね、強くなりましたよね、強くなりましたよ、あとあの朝日田選手も強かったし、あと江川選手も良かった。江川選手もちょっとまだ二十歳で、そうなんですよ、武井選手の後輩ですからね。そうだからね、強いですね彼は。だから、はい、まだ群雄割拠の、もう雰囲気はまだありますね。まさに奴らですよ、彼らですよ、また小沢もまだ狩り先を ね、 あの狙うでしょうし、ちょっとね小沢選手の姿がここからだと今見られないんですよね、ショックだったんじゃないですかね。続きまして第3位のジョージ・バレラ選手と、本当にね今日の浦部光也選手も本当に強くなってましたね。浦部選手とあとノイリは強かったですね、この浦部とゴンナパーの、ね、一戦見たいですね、今の浦部だったらどうですか、勝てるんじゃないですか。勝つでしょう多分、楽しみな一戦ですね、もう試合中は全く表情を変えずに淡々と、でも最後マイクでゴンナパーの名前出した瞬間、ものすごい怖い顔になりましたよね。ヤキサマさん、でもさすがチャンピオンですね、今名前出た2人は。いやそうですね、でも足田選手もすごいアンチ増えたと思うんですけど、ファンもめちゃくちゃ増えたと思うので、今後楽しみですね。ちょっと足澤を見直しましたね、だいぶ足澤いいわ、はい、さあそしてチャンピオンの声です。こんばんは、湘南格闘クラブの村越優太です。今回 K1 のベルトを巻くことを夢に自分はこっちの舞台に来ました。もう小さい頃から見てた K1 で本当に夢みたいな舞台で、ここでベルトを巻くっていうことができて、もう本当に本当に嬉しくて、もう泣くつもりはなかったんですけど自然と涙が出てきました。
こうやって自分がベルトを取れたのも自分一人の力じゃないと思います。家族や会長やミットを持ってくれる会長コーチで仲間だったり、もういろんな人サポートしてくれているみんなに感謝したいと思います。でもこれで自分は K1 のベルトを巻いて満足しません。このフェザーのベルトを巻いたんで、自分は今度、まあもともと言ってたんですけど、上の階級のチャンピオンの武選手とやりたいです。まあ正直この戦い方じゃ、まあそんな強いことは言えないんですけど、まあチャンピオンになったんで武選手とやらせてもらいたいです。よろしくお願いします。皆さん遅くまで応援ありがとうございました。さあ新王者村越優太、王者村越優太選手にもう一度盛大な拍手の名前を出しました。関根さん早くも、これまた早くも涙の、ね、挨拶の後に今度は、リクエストですよ。ですね、でもこうなんていうんですか、上昇志向があって、いいですよね。いいですね。なんかでもタケルは強いですからね。そうなんですよ、安定だってね、この階級の絶対的な王者だったわけですよ。そうですよ。選手のこのセッションに、さあでは一言ずつまず今大会に伺いましょう。久松さんどうでした今回。やっぱりこう浦部選手とかノエリ選手、本当に強くて、こう今まで K1 支えてきた人たちはやっぱすごいなと思いましたね。そうでしたね、まあ、始まりも予感させるような大会でしたが、中村さん、はい、まずはぜひこれ K1 クラッシュモバイルプレゼントがありますもんね。そうですね、あのモバイルのプレゼントは、あの今村越選手がつけているこのグローブに村越選手のサインを入れたものを1名様に、またのトーナメント出場全選手のサインが入った、K1 の T シャツ、また、本戦出場全選手のサインにポスター、またスーパーファイトの、サインのポスターも用意しておりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いしたいと登録してみてください。そして次回大会は9月24日月曜祝日、この場所です。埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナ、なんと武選手、武井良樹選手がスーパーファイトで登場。雅人さん、では最後一言いただきましょう。はい、いや本当にね、今回またあの木村フィリップミノルの復活もあったし、またゴンナパーの強さも見たし、ね、山崎も復活だし、はい、もう後半戦はね本当に KO の連続じゃないですか。そうですね、本当に素晴らしい大会でした。みんな強くなってますからね、本当に。そうですね、どんどんチャンピオンという肩書きを取って、どんどんみんな成長してますね。これからがさらに楽しみです。ですね、そろそろお別れの時間です。解説をお願いしました皆様、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。